平野紫耀インスタ初解説で謎エラー発生。ファン殺到、フォロー不能説も、新たな一歩を踏み出した平野紫耀のインスタ初解説。元キング、リンチェのメンバーであり7月7日に新事務ショットを米ベー、飛べ、加入した平野紫耀が待望の初インスタグラム投稿を行いましたた。しかしながら、 その興奮冷めやらぬ中で謎エラーが発生し、多くのファンがフォロー不能に陥ったとの報告が相次いでいます。一体何が起きたのか、その真相を探ります。平野紫耀戸部入所の背景と意気込み。平野紫耀は、ジャニーズ事務所を退所し、滝沢秀明氏が代表を務める新事務所、戸部に所属することを決断しました。 とべ公式 YouTube チャンネルの生配信での介入発表ライブでは、平野はおよそ1ヶ月半ばぶりに公の場に姿を現し、ファンに向けてハッピーです。ファンの皆さんと僕たちで、とにかく楽しく、クリエイティブ面でも突き詰めたものを提供して、素敵な時間を作っていくことがやりたいことです。と、抱負を語りました。元 V6 のメンバーである三宅健も、 平野と共に飛べに合流し、二人を祝福。三宅は、かつてのジャニーズ時代にはあまりプライベートな写真を公開しなかったが、平野と神宮寺勇太のインスタグラム解説を報告し、ファンに喜びを届けました。インスタ初投稿での反響と謎エラーの発生。続いて、平野の初のインスタグラム投稿が、ファンの間で大きな反響を呼んだ様子を見ていきましょう。 平ヤは、新事務所での潜在写真オフショットを10枚分掲載し、楽しかったけど3枚目は朝の激眠で、最後は体力つきた平ヤをご覧くださいしょう、とのコメントを添えました。ところが、この投稿に対するファンの爆発的な反応により、インスタグラム上で異例の謎エラーが発生しました。テレビ紙ライターによれば、 膨大な数のファンが平野のアカウントに一斉に集まり、何度フォローボタンを押しても、フォローが解除されるという事態が発生しました。このエラーが発生すると、多くのファンが驚きと困惑の声を上げました。謎エラーの影響、平野のフォロワー数が急増。8日になってようやくエラーが収まり、平野のインスタグラムのフォロワー数は急激に伸びました。 7日にアップした初の投稿が97万のいいねと5万近いコメント数を記録し、その後の激眠のオフショ投稿にも80万近いいいねと2万6千を超えるコメントが寄せられています。ファンの間でキンプリエースのインスタ初解説として期待されただけに、このエラーによる混乱は予測できなかったことでしょう。 一方で、エラーが解消されるとフォロワー数の急増が見られ、平野の人気の高さが改めて証明された形となりました。神宮寺雄太もフォロワー数急上昇、新生金プリの展望。神宮寺雄太もまた、平野に負けじと8時点で135万人のフォロワー数を突破しました。これにより、元キング、 リンチェのメンバーたちが新たな一歩を踏み出す中で長瀬角と高橋山の新生キ,キングをのプリンス竹馬が今後ますます注目されることでしょうことでしょう。新生キング、リンチェの展望についてこれからがどのように展開していくのかその行く末に期待と注目が集まります ファンは新たなる舞台での平野と人流児の活躍を期待し、彼らの一挙手一投足に注目が集まることでしょう。平野仕様の新たな一歩が謎めいた謎エラーを経て躍動感あふれるものとなる。平野仕様の新事務所への加入と、それに伴う初のインスタグラム解説は、ファンにとって待ちに待った瞬間でした。しかしその興奮冷めやらぬ中で起きた謎エラーは、 予測不可能な展開となりました。ファンの間で混乱を招いたものの、その後の急激なフォロワー数の増加は、平野の人気の高さを再確認させるものでした。今後は新生キング、リンチェの展望にも注目が集まりますが、平野耀のこれからの活動にも期待が高まっています。ファンとの交流を大切にし、 クリエイティブな一面をさらに広げていく平野の姿勢に、ますます注目が集まることでしょう。